こうなれば小型化してパワーを集中させるのである。おぞ、終わらせるんだ。今度こそ私たちの手で。待ち上がれマズラ。小型化とは。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、なんかわけわからんやつが飛んできたけど、あれが数々の星を破滅に追いやった赤き魔人か。あれが最終形態ってこと？聞いていた通り、かなりの大物のようだ。じゃあ全然フルパワーじゃなかったやん、さっきのやつ。だがこのままただ手をこまねいているわけにもいかない。まああんなあっさりやっつけれんか、最終ボス。知らんけど。無謀と分かっていても戦わねば。でもとことんレベル上げとったら最終ボスでもいけるんだ。地球は奴の餌になってしまう。お前たち覚悟はいいか。なんかあれはドラクエに出てきそう。赤き魔人に戦いを挑みましょう。赤き魔人に戦いを挑むと言っても、奴がいるのは宇宙空間。どうすればいい？なるほど。人無理やん。息できんやん。宇宙って泳げないのか？いや無理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 。こう、水水って死ぬよ。そんなことしたら死んじゃうから。安心しろ、ようやく切り札が完成したところだ。お、何？宇宙服とかじゃないよね。前に言ってたやつか。なんか言ったっけ。で、何なのその切り札ってさ。何？あの大きさだ。立ち向かえるとすれば、学校がワイナミの巨体が必要となる。しかし、学校がワイでは奴に勝つことはできない。マジか。そもそも宇宙仕様の機体じゃないものね。あれどこにおるん？なんかどっかの土地に立っとるよね。土地地面に立っとるよね。だから作ったのだ、史上最強の最終兵器ロボ。お、ロボットで行く感じ。なるほど。学校がエンマを。え？学校がエンマ？従来の学校が Y の500倍の強度を持つ最強のロボだ。どうすれば地球を守れるか考え抜き、俺が秘密裏に作り上げた。すげえ。これ以上ない秘密兵器きたー。え、最終決戦ロボットで終わるん？マジで？なんか直接のね、この人での対決よりもすごいなんか楽そうな感じがするんやけど。まもなくそちらに到着します。お、来たか。え、どうやって誰かが運転してくる？さあお前たち、学校が閻魔に乗り込み、一人でマゼラを打ち倒すのだ。よし、来い学校が閻魔。おお、楽しそう。ってことは今までと技も違うんかな。学校が閻魔か。なんで自分の名前つける？もうなんか金ピカやね。スーパーサイヤ人やん。学校が閻魔。秘密裏に作られたんで。滅びの時である。これも校舎。これも校舎なの？はい、バトります。やっぱ今までと技とかも違う感じかな。まだそんなものを隠しているおっと、危ない。ガードの仕方を忘れよ。私の前で無意味である。連続攻撃無意味かどうかはやってみないとわからないさ。お前がなんだろうが関係ねえ。怖いよ。俺たちがぶっ倒す。ほら、あ、なんか技の名前違うね。見よる余裕がないけど。なんかこいつ連続攻撃してくるやん。あ、やばい。ワイとかしよる場合じゃないよ。目障りである。やばいやばいやばい。怖いよ。おっと、今のはギリギリいけたのか。待って、危険。危険。全然全然ガードしてなかった今。近づいてこないでください。ギギギギ。まだだった。連続攻撃やめてや。無理やつ。そしてタイミングが合わない。え、でも若干こっちが押してる。若干ね。ギギギギギギギ。ちょ、まだやった。まだやった。攻撃終わるの遅いね。それ確率に横から当たりに行くね。なに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 。かさ、ガードしたまま動けんの。動けるようにしていただきたいんだけど。
ガードを外せない。やっちゃえ。そして2個外した時にはタイミングが目障りである。ゲゲゲ、いけいけ、おじゃ、体中に力がみなぎっていく。これって地球の方からだ、みんなが力を貸してくれてるんだよ。僕たちは今、地球と一緒に戦ってるんだね。地球のみんなの思いが伝わってくる。温かい力が流れ込んでくるようだ。思いが力に変わっていく。もう一息っしょ。危険危険危険、怖いよ。目覚めるよ。くっ、いけ、いけ。若干距離保っとけば大丈夫かも。えいやっ、ね、近すぎなければ。目障りである。え、まず当たってないよ。いけこっちに当たってないよ。キキ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 、押してる押してる。いいぞいいぞ。目障りである。怖い。キキキキ、ほらちょっとしか当たってない。いけ、危ない。待って、危険。今の防げてないよね。多分防げてないよね。えいや、目障りである。いいぞいいぞいいぞ、めっちゃいい感じ。いけー、ほらフィニッシュ。やった、だけどもう学校がエンマも限界だよ。マジでもう崩れ落ちそう。こうなれば小型化してパワーを集中させるのである。おぞ、終わらせるんだ。今度こそ私たちの手で。待ち上がれマズラ。小型化とは絶望を晴らせ、俺たちの希望は消えない。プラチナ金役人形、やったねプラチナね、小型化って何。逃がさんぞマゼラ。巨大化ならわかるけどさ、やっぱ最終的には人でやっつけんといかんってこと。なぜだ、私には無限のエナジーが宿っている。やけんさ、あれやん、人兵の中からもう無尽蔵のエネルギーがあって。なぜこんな連中にここまで追い込まれるのだめっちゃ溶岩みたいな流れよる体の中。簡単なことだ、お前は我々を侮りすぎた。うんうん、なんで2人しかおらんの。確かに私たち人間は弱い。この2人だけ乗ってないってこと、もしかして誰かの支えがないとすぐに倒れてしまう。うん、降りてきた。けどだからこそ、こんだけ下さ、僕たちは力を合わせて共に立ち向かうことができる。降り立ったらジュってなりそうじゃない。お互いを支えて助け合って、希望を捨てずに前に進んでいける。力ずくで他の奴らを従わせる孤独なてめえとは違うんだよ。これまだ降りてきてない奴らはなんか上で聞きよんかな。タイミングを見計ら、誰かを守りたいと願う意志は俺たちに力を与えてくれる。絆とか臭いこと言うつもりはないけどさ、お前にはそういうのないっしょ。まあないだろうね、多分味方が死んでも多分何にも思ってないよ。それに戦ってるのは僕たちだけじゃない、地球のみんなの思いと一緒に戦ってるんだ。なんかずっと Y 学園の中にしかおらんけんよくわからんないけどさ、地球全体的にもなんかピンチみたいな。どんな絶望を突きつけられても、なんか僕たちは何度だって立ち上がってみせる、ね、みたいな感じになっとんかな。その辺がよく伝わってこんねよね。そうさ、地球は負けねえ。あ、でもまあキラムスキワ国がどうたらこうたらみたいなニュースでしよったぐらいやけん、何かしら動きはあるんか、地球全体でも。そのようなたわけたことをお前たちに言わしめる私はまだまだであるな。しかし、いやもう十分強いからいいよ。私の中に湧き立つ怒りはビッグバンのように荒れ狂うのである。やめてよ、大爆発しないでください。往生際が悪いぞ、とっとと観念しやがれ。ギッギッギッ、私のこの姿が恐ろしいか。まだなんか同じギッギッギでもこれは聞ける気がする。共に意味などないので。なんかあの細っこい時はちょっとダメやったけど。何？巨大であるほどより激しい絶望を与え、効率よく屈服させることができる。ゆえにこの姿を選んだ。自分で姿選んだ。それだけのこと。いいな。じゃあ普段のあの姿はあれも選んだってこと。お前たちに敬意を払い、もう少々見た目重視で行くのである。マジで。私は全てを食らうブラックホール。普段のあの姿は
力も重視じゃなかった心も時間ですらも全てをな。ねえ、なんというエネルギー。これで何小さくなるの？まるで激流の中にいるようだ。お前たちは終わりである。小型化したら負けそうな気がするけど、その小さくなったやつが。それがどうした。でもこっちが人間でいかんといかんっていうのは、まあ変身はするやろうけど。絶対にぶっ倒してみせるって。お前が強くなったってんなら、もっと強い力でぶつかるだけだぜ。みんな行くぞ。ひぇー、なんだ、なんなのだこいつら。どうやら敵は僕たちの勢いに圧倒されているようだね。ちっちゃくなった。本当にこれが最後の戦いなんだね。全然ちっちゃくなってなくない？ここまでたどり着くのに苦労したな。普通に乗り込めそうなぐらいでかいよ。かようなこれから短かったような。これからちっこくなるの？なーに言ってんだよ。ちょっとよくわからないんだけど。これで終わりじゃないだろ。俺たちの Y 学園はまだまだ続くんだぜ。もう帰ってからのこと考えてるの？俺たちの Y 学園はまだまだ続く。早く、ね、なんか死亡フラグじゃない？大丈夫？陳平くんは宇宙に来ても変わらない。はい、ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことでまだなんか全然ちっこくなってない気がするけんね。戦うぞってなってから、まあ見せ場的な感じで、ちっこくなっていくんかな？うん。まさかの、拡大からの縮小パターンやね。びっくり。